うん、初日12レース特選走ります広島98期の松浦優選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前走久留米記念でしたけども、振り返っていただいていかがでしょうか。はい、まあ、状態はしっかり上がってきて、まあ、準決勝かなりいい状態で走れました。まあ、それからここに向けてはしっかりいい練習もできましたし、さらに状態上がったなっていう感じですね。まあ、期間も2週間ほど空いて練習もしっかり行ったし、まあ、リフレッシュも。そうですね、まあ、リフレッシュ、まあ、ちょっと疲労は溜まってますけど、まあ、幸いこう雨もそこまでこうずっと降らずに練習できる期間がしっかりあったんで良かったです。今回7月ということで、まあ、半年が過ぎたんですけど、はい、その半年を振り返ってもらうとどういう半年でしたか。まあ、かなり苦しかったなっていうところで、まあ、本当特別競輪で結果出せてないですし、まあ、ようやく状態上がってきたんで、まあ、ここからしっかり巻き返したいなっていう思いです。やっぱサマーナイトは3連覇してる大会ということで、やっぱ特別な思いっていうのはありますか。まあ、ありますね。まあ、自分の中でも相性のいい大会だっていうことは昔から思ってますし、まあ、本当に、ね、3連覇してるだけあって、まあ、本当に状態もしっかりここに向けて上がってきたなっていう感じです。で、ここをまずいい結果で終えて後半戦に弾みをつけたいっていう感じです。はい、まあ、ここを取っただけじゃ、まあ、正直グランプリまだまだ遠いんで、まあ、しっかり G1 取れるようにやらないといけないなと思ってます。特選なんですけど、清水選手と一緒になると思いますけども、はい、戦い方はどういう戦い方になりますでしょうか。はい、ヒロトに任せていきます。まだご自身が前を回るとかっていう中ではまだないっていう感じで、状態からして、いや、状態面とかじゃなくて、まあ、自分がやってきたことがあるんですけど、まあ、結局それが九州勢とかにやっぱり任してたら、まあ、ヒロトには任せてもらえないんで、まあ、その辺が自分がこう中四国の選手以外にはつかずにしっかり自分でやるっていうことが、まあ、やれればまた僕が前でっていうこともあるんでしょうけど、まあ、現時点で前回らせてほしいっていうのは、まあ、彼に失礼に当たるかなと思ってますし、まあ、自分自身は言えないです。後半戦の方ではそれができるようにっていう感じですかね。もちろんそうですね。はい、サンサンバンクの印象っていうのはどうですか。まあ、あんまり得意不得意で言えば得意な方ではないんですけど、まあ、松戸はすごい好きなバンクの一つです。わかりました。では、3日間意気込みとファンの方へメッセージよろしくお願いします。はい、ようやく状態しっかり上がってきたので4連覇目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。